はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンハンター実はアルゴパッチ続きやっていきたいと思います。6箇所攻略して攻略して、まあ、バイキルトとあとテンション、ラムザ、ちょっと待って、やってみたいことがあってさ、テンション、バイキルト、コース、よし。前回ちょっとね、面白いことが起こってね、ちょっとこれ、それを検証してみたいっていう、エスコートの方がいいな。あー、バハ持ちか、いいね、リボン、いいね。これ多分ね、応援っていうのがあるから、席にそれ来た。まあいいや。今回ですけど、オーブは6個集めたんですよ。だからそれをね、置こうかなと思って。あれ?いいのか、これで。クリオニールがちょっと強かったな。はい、オーブを、あ、やってほしいのだ。あ、もう、決まってんだ、台座は何を。じゃあ、ちょっと集めた。こっちからしか置けないのか。よくすべてのオーブを取り戻してきてくれた。今のお前たちの強くなら、この世界の行く末を任せることができるかもしれんな。この世界の脅威はエクセスだけではないのだ。まあ、あれこれ説明するよりも実際に経験してみるかよかろう。これよりお前たちを次元の狭間の世界に送ろう。そこで、この世界の崩壊を企てる真の邪悪を倒すのだ。それと同時に各オーブダンジョンの制限を解除しておこう。私できることは。ここまでだ。だ誰でもいけるってことでしょ。制限解除もそうなんだけど、ちょっとやってみたいことがあるんです。ね。あれ?ちょっと待って。これ。音楽が変わりません。うわぁ、すげぇ魔界村チックなんだけど。こいつで試してもいいけどな。弱点火じゃないですか。だからいいや、ちょうどいいや。まあちょっと、軽く倒してあげて。1000もあんの HP。ちょっと待って、ここ違うのかな、周り先か。一回の戦闘これで意味分かんない。やりたいことというのが、コースかかってるのか。ここはいいのか。あ、テンション元に戻っちゃう。待って、どうすっかな。じゃあ防御しても元に戻るのかな。あ、戻るんだ。あー、だったらば、待って、どうした方がいいんだろうな。自分でテンションずっと貯めれるキャラの方がいいってことか。フォース持ちと、バイキルト持ちと、フォース持ち、バイキルト持ちの、最強コスモメモリーでいくか。これずっとやってればテンション貯まんないだね。違う、それだね。フォース、これフォースかけたら消える?あ、大丈夫だ。OK。OK だけど。ちょっと待ってね。ダメか。1回しか上がんないんで100まではできないんだ。あー、なるほどね。
100まで貯めれるキャラじゃないとダメだ。何やってんだ、ブライン駆け落として2番目にいるってもう頭にあったらダメだね。もうなんか開幕からやばいね。考え事してるとダメだね。最強ダメージ叩き出したいとか思ってたね。オニオン。待ってね、経験値なんだ今。ちょっと待って、なんか今ローレってない、どこにいるのこいつら。なんかいる。ここじゃないよな、多分周り先だよな。そこに行くの。主人公でもいいってことかな。控えか。回復しない私が悪かった。あれがあるのか。会社はなく、なんか先行きたいんだけどさ、どうしよう。周り行ってからじゃねえのこれ。違うかな、なんかスレート入ってきたけど、いいのかな。ちょっと待って、アルテマ効かないよな、メタル。これは？そんな気はしたよ。
選んだものがいいのかな。やべえ、やべえやべえやべえ、そんなあれがあったんだ。あれあれがないのか。ブルーネイルやばいな。でも間に合わないよね。多分逃げられる。あ、倒した。マジックシャッフル。ちょっと待って待って待って。これいけないよね。いけないな、これ。あ、いける。左行って、左行って。あ、いけるな。さてさて、これさ、連続魔連続魔ってどうなんのこれ。これ言っていいの。倒せないか。マスター・オブ・アームズ。次全種使ったぞ。待って、これ行っちゃっていいんかな。周りのだってマップ気になるもん。あ、こんにちは。そっか、そういうことか。ランダムね。だってこれテンション貯めたって意味ないですよ。意味あんじゃん。意味あんじゃねえかよ、ダメージ全然。なんか売る脳がいる。ちょ待って、マジかよ。嘘でしょ。これはもういっちゃう。貴様は何者だ。我は魔王ルノーガ、創造師マデサゴーラに死後を任されたこの魔女のマデサゴーラにのか。なるほど、世界の終末を察知した者に差し向けられた先兵どもか。面白い。ならばこの我を倒し、見事この世界を破滅より救ってみせよ。この世界よ。ちょっと待って、これ他はじゃあどうなの。回ってからじゃないのこれ。じゃあこれで分かる。うん、まあいけるいける。自分をか、なんだこいつ、こいつでいけんじゃん。ウルティア使わないとな。
るんですね。勇者が回復役なんか。ああ、オッケー。かかってた。3000か。危ねえ、よかった撃ってからでよかった。これバイキルトってなって、あ、やっぱバイキルト効果があったんだ。すぐ来たエターナルブレス。あー、やっぱり、あー、まあいけるわ。バイギルトをかけなくちゃいけないね。テンション下がるわけじゃないし、あー、そこはまずいね。100のバイキルトだから、やめて、悪いこと言わねえからやめて。なんでここは落ちたくない。とりあえず100でしょ、これで。で、打てば3000いってやる。いくつかで使ってくんだよ。オッケー。一緒に。いや、別に。別にいいですよ。オニオン玉ねぎりと読むらしい。強くね？バイキルトかけて、あー、いけるとこだから、まあいいや、目くらまし落ちたからいいけど。なかなかやるね。大事だな。いや、違う、ウルケア、ウルケア世界中だね。ヘイスト使いたいけどね。まだなんとかなります。OK。 ケア、
ワイルドローズの早っ。でもいけそうだねこいつね。ただ早いよ。だから全体兵数だとかそんなんあればなんかいけそうな気はするんですけどね。ルーキャー使いたいけど無理だな。ラムザ、なんかいけそうな気するんですけどもうそろそろダメ。ガシュは言ったいやなんかそんなような気がしたよ。もうそろそろいけるでしょっていう。魔王の剣、我は魔を売るのが我が波動が強えるなどあってはならぬこと。我は私我は魔王。これさ、さっきここ来てよかったの？この世界は？ちょっと待って、ここセーブして、あ、これ闇の世界か。倒したけどどうすんのこれで。倒しちゃったけどいいのこれで。あ、倒しちゃっていいのか。待って待って、じゃあ、あ、倒しちゃった。どうすかな。キメラの翼で、まあ、とりあえずアイテム回収して、お金、あー買えるね。マキナマゼルと波動砲買えますね。どうしよう。あのうねうねウルノーガ、待て、マデサゴーラがなんとかつてたら、いるんだろうな、どっかに。うねうねウルノーガはいないの。だね、行けなかったらいいやと思ってさ、別に。で回って回って、ああ結局行けんじゃんっていう話になるじゃん。だからどうなんだろうね。とりあえずここで、あ、いいの。あと魔法の聖水もかいいのだよね。3000ダメージか。でもマックスまで貯めたらいけよね、あれで、ね、フォースかければね。待て待て。ってことは、だいぶ強くなったな。オーブの祠。待て、今何状況してる。あ、そっか、回収してないよ。ね、どれだっけ？あ、これだ。あ、ドラクエイレブンだ。でしょ？エルフ使わなかったよね。ってことは、あれで終わりなわけないよね。まだあるよね。マデサゴーラとか言ったもん。終わるわけない。あれ？ん？希望の祠でしょ。あれ？隠しは？しちゃったね。ダーマのあそこ行ったでしょ。
え、あと隠しどこにあるの？何かができたわ。ああ、何も言わないか。え、この状態でエクスレス行くの？違うよな。え？まあ、行けたけど、レベル農家どうすんだろう。どうすんの？なんかあるよな。絶対ないわけないもん。待って待って。前ってどこだったっけ？とりあえず今回これ終わろう。時間結構来てるんで、なんだかんだ倒せましたね。倒せたんで、まあアイテムも買ったよな。セーブしたっていいかな。じゃあどうしよう。ちょっと、どうしようもない。じゃあ次回またちょっと隠しあるかどうか探してみよう。なければハードモードで行こうか。ハードじゃないといけないとかあんのかな。まあちょっと待ってみるね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。